ギアサーキットは中華人民共和国マカオ特別行政区の市街地に設営される行動サーキット。毎年11月に行われるマカオグランプリの舞台となる全長 6.2km ピットビルマカオ GP のレースウィーク中マカオ半島東部のマカオ市街地の一般道路を閉鎖して使用する。 全周をガードレールとコンクリートウォールに囲まれたコースは俗に海側と呼ばれる高速セクションと山側と呼ばれるテクニカルセクションに分けられる。海側区間は幹線道路の遊戯台馬路を使用しており直線と中高速コーナーで構成される。路面は平坦で山側に比べて比較的滑らかでありスリップストリームを使って全車へ追い抜きを仕掛ける。 場面が随所で見られる。特にスタート直後は各社が密集状態のまま難関のリスボアコーナーまでの間に激しい駆け引きを展開する。ポールポジションからスタートしてもリスボアまでの攻防では必ずしも有利になるとは言えない。休止が地の山川区間は崖に沿ってアップダウンと先の見通せないブラインドコーナーが連続する。道幅も乗用車2台が ギリギリすれ違えるほどの狭さであり、この区間での全車の追い抜きは非常に困難である。ホーミュラカーでは、海側区間でのトップスピードを稼ぐため、ウィングを寝かすなど、ダウンホースを減らす空力セッティングを施す。滑りやすいマシンでツイスティな山側区間を走り抜けるためには、ドライバーの技量が必要になる。集団走行の渋滞や不足のアクシデントを避けるためには、 先行逃げ切りが有利である。それゆえに予選レース、決勝レースを通じて、いかに前方のスターティンググリッドを確保できるかが勝利への鍵となる。常設サーキットに比べて路面の舗装状態が悪く、市街地コースのためにエスケープゾーンもほとんどないため、ドライビングミスや軽度の接触がそのまま大クラッシュにつながることも多い。二0十二年には、 バイクレースの予選とツーリングカーの予選レースで2日連続死者が出る大クラッシュが起きている。2018年はマシンが 200km を超えた速度でコースが家へ飛び出す大事故が発生したが奇跡的に死者は出なかった。このリスボアコーナーで発生した事故を受け2019年開催時にはバリア構成などの見直しが行われることとなった。また、 マカオ港の国際旅客ターミナル付近に設けられたピットやパドックエリアも非常に狭くサポートレースが増え続けるのにもかかわらずピットが足りないためにツーリングカーなどのサポートレースのピットは国際旅客ターミナル前の地下駐車場を使用するホームストレートは海と貯水池を隔てる土手の上の4車線道路ピット グランドスタンド前からスタートすると、左と右の高速コーナーを、ほぼ直線の間隔で通過する。このホームストレートから、急死街地までのエリアは、コース幅は広いものの、追い越しポイントが多数存在するために他者との接触や、単独クラッシュも多い。高速セクションの終点、幹線道路から、急死街地へと入る右直角コーナーは、コース最大の追い越しポイントであるが、直線から、 急減速する上に出口の道幅が狭くなる。それゆえに事故も多発し、ここでの多重クラッシュが原因でレースが中断となることも多い。なお、リスボアとはコーナーの向かいにあるカジノで有名なポルトガル統治時代からある老舗ホテルの名前である。リスボアに続く右コーナーを抜けると左側は石壁、右側は崖という山側区間に入る。 急坂を駆け上り、タイトな連続右コーナーを過ぎると下りになり、世界遺産に登録されているギア要塞の下に高速 S 字が続く。狭い右コーナーから長い左コーナーを抜けると、マカオ名物の超低速180度右コーナーに差し掛かる。モンテカルロ市街地コースのローズヘアピンと同様に、ステアリングを目いっぱい切り込まなければ曲がりきれない。 ここで追い抜きを仕掛けて接触が起きた場合、完全にコースを塞いでしまうため、ヘアピンの手前から常に追い越し禁止とされている。ヘアピンから急な下り坂を降り、右コーナーを過ぎると平坦な海側区間に戻る。直線を挟んで、右高速コーナーをクリアすると、ピッとグランドスタンド前へ戻り一周が完了する。ありがとうございます。